がその花の首飾りなんですけど、これとためにあのビージーズのホリデーと被るんですよね。杉山浩一先生と同じぐらいかな。いや、ちょっとホリデーの方が早いと思うけど、どっちかにインスパイアを受けてるもんかですかね。花咲く
山浩一先生亡くなりましたね。尊敬する人だったんですけどね、最近ですね亡くなった。いい曲いっぱい作りましたよね。なんかドラゴンクエストとかのあのゲームソフトの音楽も担当してたそうです。僕ゲームやらんから分かりませんけどね、さぞかしいい曲を書いてたんでしょうね。杉山浩二先生のあのリップってことで歌いました。